な話だな。4対1の対戦ですか。何も聞いてませんよ私は。これは商工会議所と政務官が事前に取り決めたことだ。あまり気にせんでくれ。尋常の試合ではありませんね。まるで殺し合いだ。大げさなこと言うなよ田中君。こういう案じゃ各国の武道の達人をなぎ倒してきた。この試合形式は彼の望むところでもあるんだよ。三田さん、あんたの関心は何ですか。日本国の威信ですか、掛け金の額ですか。勝負は勝たなきゃな。袁甲兄，这场比赛对你是不公平的。如果你选择改日再战，我愿意奉陪。你的好意我心领了，可是既然我已经站在这个台上，还是要有个结果。请。